お疲れ様です。仕事がしんどいです。お疲れ様です。あともうトーク会が来るのかわからないですけど、あともう3日頑張ればメンバーに会えますよ。皆さん頑張ってください。あ、フォーチュンクッキーが流れてる。FNS 歌謡祭音なしで今流してるんですけど、いるかな先輩。見つけられなかった。そうだよ皆さん、そう、ちょっと話は戻してモチベーション高めていきましょう。田辺もねそれをモチベに頑張ってるの今。トーク会行ったら分かんないけど、たくさん褒めてもらえるから頑張ろうと思って頑張ってる。皆さん田辺のことたくさん褒めてください。たくさん褒めてください。来てくれるかな田辺のところ。たくさんみんなさん会いに来てくれますか。褒めて、褒めちぎってください。田辺は褒められて伸びるタイプだから、トーク会でねたくさん褒められるとねすごい自信つくの。それで自信つけて頑張ってるようなねものなんです、田辺は。褒めるところがについて剣が足りない。それはじゃあもうキュッと固めてきてください。ハロウィンの日に行きます。待ってますね。かゆ、何でもいいよ褒めるの。褒める言葉って何でも嬉しくない？すごい、よっぽど、すごいよっぽど何かがない限りは嬉しくない？褒め言葉って。田辺は何でも嬉しい。そう、田辺はね自分を褒められない人間だから、皆さんに褒めてもらえることで自信がつながる生き物ですね。可愛いと綺麗でね、もうどっちも言ってください。どっちも言えるでしょ。言えないですか。嬉しいです、ありがとうございます。そんなところまで皆さん悩んでるんですか、そういう言葉、なんていう言葉を言おうみたいな。そんなところまで悩んでるんですか皆さんって。こんばんは、こんばんは。別に全然褒め言葉じゃなくてもいいですよ、質問とかでいいです。楽しくねお話できれば何でもいいよ。あれ、あのねあれだけはちょっとやめてほしい。毎回ね反省会をしますみたいな感じで言ってくださった方がいるんですけど、自分の間違いはね自分がね一番分かってるから、反省会ではなく楽しいお話をしたい。それ以外だったら何でもいいよ。あー、お花が降ってきた、ありがとうございます。確かにあの時間でどうやったら伝わるのかなって考えるわね。でもそんなこと
考えて、いっぱいかいっぱいいっぱい考えちゃうとさ、緊張して何あれ頭真っ白になりそうならないのかな。田辺のね時はそんな気負わなくていいですよ。緊張してるんですか皆さん。緊張しなくていいよ。なんで田辺なんかで緊張するの。いいよいいよ、ポンポンポンって言ってくださいって言ったら言いますよ全然。ポンポンポンって、だって田辺さ、この間のさトーク会の時にすごいすごいあれやったもん、ブリキのポーズやったもん。なんかブリキでブリキを見て来ましたっていう方がねめちゃくちゃ多くって、なんか一生ブリキのポーズした、ありがとうってやってた。確かに何を話す考える時間も楽しいよね。ああ嬉しい、可愛いから緊張するんですね、ありがとうございます田辺も皆さんのね前に立つ時はね可愛い姿でいたいから、まあショールームは別としてショールームはもうほとんどもただ眉毛描いてマスクしてって感じなんですけど、皆さんの前に立つ時は可愛い姿でいたいから、今もどういう服を着ようか一生悩んでるけど全く決まんないです。もっとブリキっぽかったり、だって違う、だって今あれじゃないですか、お家だからオフモードのブリキだから多分ブリキっぽくないだけですよ。可愛い顔凝視しに行きます、ありがとうなんか話してくださいね、言葉発してくださいね、何でもいいので、ああだけでもいいので、なんか言葉発してくださいね田辺のね握手って分かんない、他のメンバーもそうだと思うけど、まあ田辺の握手ってなんかファンの方って多分こうやって何を伝えたいかとかめちゃくちゃ考えてきてくれる方が多いから、ちょっと待つんですよ、なんか言いたいことあるかなって待つんですよ、じーっと見られても見られたら多分ほうってなるから、なんかああだけでもいいから走ってください、あって言ったらいいって言います。何でもいいです、楽しみ、トーク会が本当にいっぱい褒めちぎりに来てください。めっちゃなんか笑って生きてる、そんな変なこと言ったみずきいやいや言いにくい、来てください、待ってますよ。今度やってみたい、覚えてたらいいって言うと思う、覚えてるかな、忘れて、まあ、多分忘れてると思います。多分何って言いそう、んみたいな感じになっちゃいそう褒めることしかできませんが、その褒めることがどれだけ私たちにとって力になっているかということを皆さんは分かっていませんね。今さやっぱりおうち時間とかが多くなっちゃうからさ、なんだろう、おうちにさ、ドア開けちゃったか、なんかあのおうち時間にいるとさ、おうちに多分皆さんもだと思うけど、おうちにいるといっぱい
考えちゃうことが多くなっちゃうんですよ。そういう時にやっぱり自信なくなったりすることも あるんですよ、メンバー。やっぱりそういう時にね、皆さんの言葉でどれだけ、褒められた言葉でどれだけ頑張ろうと思えるか。皆さんの言葉って本当に活力っていうんだっけ、そういうの、活動の源、頑張る源になってるんです。まあ、皆さんも田辺たちに、アイドルに、推しメンに会うことで、確かに、なんていうの、推しメンに会うことで、なんか今日も明日からの仕事も頑張ろうとか思ってくれてるかもしれないんですけど、それ以上に私たちも頑張ろうと思えるのでね、遠くから。なのでたくさん褒め合いましょう褒めてくださいって言ったら褒めます。いいよいいよって、なんかちょっと上から目線でしたね、ごめんなさい。遠く会楽しみすぎて頑張れてる、かわいいですね遠く会ね。そう、いや本当に何の服を着ようか一生迷ってるの。なんか季節感がわからない、つかめなすぎて。いきなり寒くなることはあるのかな、なんかどうしようって感じ。褒め合いに行きます、いいですよ。でもね、田辺ってね、思ってても口にすることがすごい苦手だから、多分あとね、考えるのがめちゃくちゃ呪いから、多分って感じでなっちゃいそうだけど、それでもいいならなんか今年さ、秋感を感じないんだよね。去年はなんか秋感か、まだこれからか、秋はまだまだこれからか。でもさ、皆さんとさ話してるとさ、まあ、人がいっぱいいるっていうのもあるかもしれないし、田辺もなんか動いてるから、結構田辺動くんですよね。動くから熱くなるんですよね。ね、急に寒くなりそうなんですよね。そうなの。秋感は何で感じますか？私は金木犀が香ってきてるので秋を。金木犀の匂いがいまいちよくわからなくて、金木犀ってどういう匂いしますか？金木犀って何？金木犀っていう歌は歌ってるけど、なんかわかるけどわかんない匂いが、どういうお花の匂い？金木犀の匂いを嗅いだことないけど、でも秋の香りなんだろうなっていう感じのイメージでしかね。言葉ですね、難しいか。じゃあ今度田辺が
なんかそういう香水のコーナー行った時に香りますね。嗅ぎに行きます。金木犀の香りってってか普通に多分今出てるよねお店とかで。だからもしそういうところに行った時に金木犀の匂い確認してきます。ちゃんと香水つけてる。田辺香水つけてますよ。田辺は結構ねつけてる。結構つけてるっていうのはべったりつけてるとかじゃなくて日によって変えたりしてます。いっぱい種類は持ってるわけじゃないんだけど3つ4つ家にあるのは5、6個あるんだけど3つ4つをなんか気分で使い分けてる。主に2つ主に2つかな主に2つを使い分けてます。でも匂いっていいよね。なんかその時の記憶とかさ思い出とか蘇ってきません？ジミーチューの香水が、あ、いい匂いですよね。田辺もね、お店で買えていい匂いだなと思った。田辺が最近ね、買えた、なんかロッカーに香水1個置いてるんですけど、そのロッカーに置いてある香水がね、田辺が入ってきたばっかり、SK に来たぐらい、めっちゃ古いんですけど、来た時ぐらいの香水で、それをこの間つけて、あーなんか研究生の時思い出したって一人で思いながら一人で嗅いでた記憶よみがえりますよね。まあそれが香水じゃなくってもなんかあの柔軟剤の匂いとか、この柔軟剤の香り、あ、何々ちゃん使ってたなみたいな、ない誰々使ってたなみたいな。ね、そう、香りと音楽はその時の思いで蘇りますよね。わかるわかる。田辺の香りはどんな香り、なんかなんだろう、ちょっと爽やかな匂いって言われた。この間、この間っていうか結構前だけど、ムンバに爽やかな匂いするって言われた。いい匂いって言われた。爽やかなやつとお花系のちょっと甘めな匂い。いや、ディオールもいい匂い。え、わかる、ディオールいい匂いだよね。でも高いんだよディオールって高いんですよ、ディオールって高いんですよ。サンシャイン栄の香りを嗅ぐと公園って感じ。サンシャイン栄の香りなんかあるの？何、マックの香りですか？サンシャイン栄の香り？ドンキとか？どういうこと？意外とね、メンバー同士の香水は被らない気がする。あんま被らない。男性がつけてる香水はどんなのが好き？なんかね、田辺ね、自分
もねあれなんだけどね、あワンピースだ、海軍めっちゃ出てきてる、ごめんなさいテレビ見てた。ね、なんだっけ、学校生の話、ただでね、自分もだけどね、そんなべっとりつけないんですよ、ふわって香るぐらいだから、全然周りの人はむしろ無臭とかでもいい、なんか柔軟剤ぐらいの程度でいいと思う。ねえ、そうそうそう、結局はね石鹸とかの匂いがいいよね、わかる、石鹸の匂い好きなんですよね、石鹸の匂いとかも好きだし、なんか桜の匂い好き、田辺は桜の匂いが好きです。僕は名古屋の匂い嗅ぐとわー来たってなる、ね、名古屋の匂い田辺わからないな、新潟の匂いはわかるんです。新潟に帰った時になんか外に出て、あー新潟だっていう感じはするけど、名古屋の匂いはあんまりわからない、もういるから麻痺してるんだと思う鼻が。でもやっぱそういうのありますよね、着いたらちょっと遠いところ来たらあーみたいな。なぜマスク着用メイクを保護してないからです。空気が美味しいってなる。ただ新潟はさ木とかが自然が結構割といっぱいあるから、名古屋ほど都会じゃないから多分美味しいってなるんだと思う、都会じゃないから。うん、あ分かる、そう実家の匂いとかね、分かる、なんかおばあちゃん家の匂いとかもめっちゃ強い。来週、再来週新潟出張なので、たくさん空気たくさん吸ってきます。いいですね、たくさん吸ってきてください、これでもかっていうぐらい吸い込んできてください、いいね。秋の新潟はかなり涼しいと思います。あーなんかわかる気がする、地下鉄の感じ、名古屋、そう名古屋ってすごいよね、地下鉄走ってるんだもんね、新潟地下鉄なんかなかったからびっくりする、地下を走ってるのみたいな、へえーみたいな。すごい今興味なさそうにへえーって言ったけど、すごい本当にすごいと思ってます。みんなおばあちゃんちは線香の匂いって言ってますね、そうですよね。え、地下鉄ってすごくない？地下を走ってるんですよ、道路の下とか走ってるってことでしょ、すごくない？冷静に考えて、へえと思った。
僕の地元長崎も蛇口ありませんですよね。あれ大阪は大阪地下鉄なかったっけ。名古屋もね地下鉄が狭いって印象っていうか、もう田辺は地下鉄に初めて出会ったから名古屋に来て、狭いも何も地下鉄みたいな。え、あったっけ大阪地下鉄。なんかあったような気がするんだけど、田辺さん大阪一回行ったことあるんですよ、オーディションで。あった気がするなぁ。あるって、あ、あるんだ。ありますよね。だよね。だってなんか乗ったもん、なんか。なんとか道、筋道、動線みたいな。何で読む、読み方もわかんないし、なんか漢字で動いてた。から、まあ、読み方もわかんないんですけど。全然筋じゃなかった。あ、そうそう。五道。御堂筋線、そう、それそれそれです。ごって言ってた、ごどうとか言ってた、恥ずかしい。御堂筋線、あー、落ち葉が降ってきた。そう、御堂筋線、いや、なんか御堂筋線しか乗らなかったから御堂筋線だけ覚えてるんです。大阪、なんか大阪ってややこしいですよね。なんか梅田駅と大阪駅だったかがくっついてません？何あれって思った。そう、赤いやつ、それそれ、懐かしい、めっちゃ懐かしい。何年前？3年前、ほんと3年前だ。そうだよね、3年前。あ、そうそうそう、あの NNB の6期生のオーディション行ったんですよ、一人で。ピン、スーツケースガラ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 って引きずって。えね、大阪さめちゃくちゃ分かりづらいですよね。なんで、なんであんな分かりづらいの。田辺あんまりそこまで、初めて行ったところでもそんなに迷子っていう風にはあんまり、なんか電車は得意だから、普通の道とかはめっちゃ迷うけど、電車系は結構割と得意だから迷わないんだけど、すっごい謎だった。何これ、迷子になりました、なんか何これみたいな。その梅田駅で迷った。そう、受けてたんですよ田辺、実は。あんま知らないと思うんですけど、 NNB の6期生のオーディション受けてたんですよ。セレクション前で落ちました。だから全然、そう、なんていうの、今受かってる NNB の6期生さんと見た、オーディション会場で見たし、なんなら話したことあるメンバーさんが受かってた。あっちは多分もう覚えてないと思うけど、田辺はおーみたいな、おうおう、田辺と話した人たちばっかりみたいな。確かに NNB から新潟の人っていうの聞いたことないね。ナーヤンとはね、会ってないの。ナーヤンと同じオーディションだけど、ナーヤン、なんかオーディションの部屋が2つあって、
その反対、瑞希がいない方の部屋にナーヤンがいたんだと思う。ありがとうございます。来てくれて嬉しいって、それ田辺が嬉しいです、そう言ってくださってありがとうございます。そう、ナイアンとね、ナイアンとオーディションね一緒だったんですよ。だからでナイアンに何回もね、なんか毎回会うたびに、毎回っていうか毎回その難波のオーディションの話をするたびにね、なんや毎回「えみっちゃんいたんだ」って言うけど、多分それ3その会話を3、4回ぐらいしてるんですよね。なんや以降に田辺が難波のオーディション受けてたっていうことを覚えててくれない。なんやさ、多分人の話をあんまり覚え記憶力がないタイプらしくて、毎回「えみっちゃんいたの?」って言われる。毎回驚かれてるんだけど、あれこれ田辺言わなかったっけと思いながら、うんって言って、特に田辺もなんか前も言ったじゃんとも言わず、なんかうんいたよって言いながら、前も言ったよなっていうのを 3,4 回繰り返してる今思えば。田辺も否定すれば、否定っていうか、なんだろう、なんとかって言ったじゃんって言えばいいんだけど、なんか言わなくて。なんかもう9期生でそういう会話ばっかりする。9期生っていうか、うん、いやなんか優しいとかじゃなくって、なんか田辺も、なんかしなかったっけと思いながら、まあいっかみたいな。適当、田辺も適当だから、まあいっかと思って話を適当に終わった。こういうところですよね、田辺の適当なところって。うん、本当にひなぴよも言ってたけど、適当なんですよね。SKE 松田神宮に行ったけど、ナンバー受けた時はどこの神社に願掛けにしに行った、どこも行ってない、行ってないですね。やっぱり松田だから、だから松田神宮の力って偉大だなと思ったんです、田辺。だから何か大事なことあった時は松田神宮に絶対行こうと思ってますよ。うん、熱田神宮に行ったおかげで田辺はこのオーディションに受かったと思ってる。本当にどっちも受けに行ったのじゃない、 SKE のオーディション二次審査と三次審査の前、どっちも熱田神宮にお願いしますって言ったもん。大阪で何か食べた？大阪はね、あのオーディションで行った時の話かな。オーディションで行った時、大阪は一人でホテルでたこ焼き食べた。食べてオーディション落ちた時はもう一人でって思いながら、なんかちょっといい、ごめん、なんか落ちてすごい悲しいから、ちょっといいご飯食べていい気分になって帰ってくるねってお母さんに LINE して、ちょっといいご飯食べた一人。何食べたっけ。そうだよ、スタジングって本当に偉大ですからね皆さん。
あれ食べた、辻りのアイス食べた、抹茶の。それ食べた、それの後に、いいご飯の後に。それ覚えてる。そうそうそう、田辺は、あ、そう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 、あのね、そう、オーディションの時に、オーディションの時にあれだったんですよ。ちょうど多分 AKB グループの握手会、全国握手会だっけ、あの48グループ全員の握手会あるじゃん、わかる？最近はないけど、全国握手会かな、あれなんて言うんだっけ、何握手会って言うんだっけ、48グループの大握手会、そうそうそう、まあそうそうそう、その握手会があって、でそれがちょうど大阪であって、で大阪に会った時に、あのリコちゃん、菅原リコちゃんと一緒にご飯食べた。リコちゃんもちょうど握手会終わりで、え、大阪にいるの、じゃあ会おうよみたいになって、大阪でご飯食べた思い出がある。二次審査の後、二次審査の後かな、そうそうそう、謎に大阪まで来たのに、謎に仙台の牛タンの、仙台牛タンって書いてある牛タンで牛タンを食べました。あ、そう、田辺が入る前にね、田辺が入る前、リコちゃんはもう入ってたから、そういう NGT の時、菅原リコちゃん、仙台牛タン、後からさ写真見返して、あれ、なんで田辺牛タン食べてるんだろう、大阪来てって思う。しかもさ、普通の牛タンのお店じゃなくて仙台って書いてあるの、仙台牛タン。まあでも牛タン田辺も食べたいってなったから、多分ね、お互い一致してるから、食べたいものは一致してたし、田辺も食べたくて食べたからいいんだけど、あ、そう、田辺とリコちゃんはダンススクールが一緒だったんです。そうそうそうね、海外って日本食食べるみたいな感じです。マジ謎だよね。それが2時だったかな、多分二次審査ですね、二次審査。すごい、ナンバーのオーディションを受けた時はなんかダンスがすごい、ダンスオーディションのダンスの曲が海外の曲で、海外の洋楽をオーディションの曲で、すごい難しかった記憶がある。激しいみたいな、上下動いたりとか激しい感じの記憶があるけど、めちゃくちゃ楽しかった。なんかすごい田辺の大好きなダンスって、大好きっていうか好きなダンスの部類で、楽しかった。 SKE はごめんねサーマーでしたね。田辺さ、その SKE のオーディション受けた時さ、まださ SKE を深く知れてなくって、でオーディションの曲なんだろうって思いながら SKE の曲聴いとこうと思って聴いてたんですけど、聴いてた曲がスタンドバイユーだったの。
最新曲だろうなと思って、多分きっと最新曲かパレオはエメラルドとかかなって思って、その2つをめっちゃ聞いてたの。めっちゃ聞いてたんです。めっちゃ聞いてたらまさかのごめんねさまってなって、田辺当時さ SKE のこと本当にあんまり知らないで入って、でなんて言うんだろう、ごめんねさま何もわからない状態だったから、やっばいやっばい外れたと思ってうん、外れた外れたと思って死ぬ気で覚えましたね。あの時が一番の集中力があったと思う。めちゃくちゃ頑張って覚えた。でも山は外れたけど、外れたけどその後のお披露目の曲がスタンドバイユーとパレオはエメラルドだったから、あ、ラッキーと思ったラッキー本当に今だから言える話ですよね。ラッキーと思いましたでもごめんねサマーを、ごめんねサマーごめんねサマーを知らない状態で言ったけど、すごい可愛い曲だなと思って、なんか嬉しかった。なんかすごいアイドルの振りで、なんてなんか意外と歌詞に合わせていろんな意味が込められて、ハート作ったりとか、ハート作ったりとかいろいろ細かいのがいろいろあるんだ、振りにこんな込められてるんだと思って、すごいなんか嬉しかったのを覚えてる。それをおなんか踊れたっていうか、そういう経験ができたことを。めっちゃ楽しかったです。オーディションの時も、オーディションの時ももうやばいやばいやばい、とりあえずただではなんかその振り入れが終わって、まあ自分の番号が来るまでちょっと待機とか、その待機の時間、田辺結構遅めの人だったのね、遅めの番号の人だったから、それまでの間にもひたすらそのもう振りはまあちゃんと覚えつつもあのその時のミュージックビデオを見てどういう感じなのか、やばいごめんごめんねさま SKE48 ごめんねさまって検索してやってた。その MV に合わせて一緒に振りを確認してみたいな。そう、スタンドバイユーはちょうど田辺が入る前ぐらいに発売された曲なの。そうなんですよ。歌詞は何を歌った？歌詞を Give Me Five 歌いました。Give Me Five を歌って結構割とどうだったの？どうだったの？そう、Give Me Five 歌った。田辺らしくないでしょ。オーディションの時はさ、もう田辺ってさ、いかにさ結構そう、結構まあ顔とかもなんか多分こういう話し方とかもおっとりして見えがちだから、やる気ないって思われたらどうしようと思って、もうなんかそういう攻めた曲を選びましたオーディションの時はねめちゃくちゃなんかあれだったよ、話し方とかもめちゃくちゃハキハキって、なんかちょっと気合入りすぎじゃないっていう感じの話し方をした。でも多分それが田辺的に気合入りすぎじゃないっていう話し方をした方が、多分そのオーディションの参加してるみんなと同じぐらいのレベルになるぐらいだから、そう、頑張ったお、頑張ったお、だって
考えてますよ。だって坂道のオーディションも2次やったっけ、2次審査ぐらいで落ちてで、ナンバーのオーディションもあったから、ちょっと頑張んなきゃって感じでしたよね。しかも田辺あれだったよ、オーディション多分いっぱいいっぱいっていうか、その年めちゃくちゃ受けまくってて、だけどもこの SKE で最後にしようと思ってて、もう進路とかを決める時期で、高3だから進路を決める時期だから、 SKE でこれで最後にしなきゃっていうかしようって思ってたぐらいだったから、気合入ってましたね。恥ずかしい、よく覚えてますね。テレビで見た、言ってたよ、引っ張っていける存在になりたいって言ってたよ、生意気にね。 SKE のことそんなに知らないくせにね、生意気にそんなこと言ってたんですよ。それぐらいなんかエースになりたいみたいなこと言ってた気がする。でもそれぐらいのことを言わないと多分田辺のやる気は伝わらないなと思って言った。なんか SKE のことは確かにそこまで知らないかもしれないけど、アイドルになりたい気持ちは強かったから。なんか強かったから、なんかもう、やっぱりやめようかなって言ったの、お母さんに、やっぱり田辺これは言わないこれやめていいみたいな感じで言ったけど、お母さんに、いや多分それぐらい言わないと、あなたはただでさえやる気が伝わりにくい人間なんだから、なんか言わなきゃダメだよって言ってみたいなって言われて言った母さんの後押しがあって言ったセリフ、恥ずかしいです。もうその回鳴らさないでほしい。なんか髪型も変だし、そうですね。田辺ね、結構お母さんと仲良しですね。喧嘩もするけど仲いいです。田辺のお母さんは全然応援してくれてるから、全然反対とかはなく、自分のなりたいものないなみたいな感じ、やりたいことしなみたいな、しかもアイドルなんて若いうちしかできないからないなみたいな。田辺母はどんな人？田辺母は、田辺母は、どうなんだろう。でもよく言われるのは、みっちゃんってなんか反面教師だよねみたいな言われる。なんか中身はなんか意外となんか考えてないところとか、考えてないっていうか、ちょっと間抜けな部分とかはなんかそういうとこあるよねみたいな感じのところは似てるらしいんだけど、他の性格部分に関しては
真逆ですね。田辺はあんまりガツガツいけないタイプだけど、お母さんは結構ガツガツいくタイプ。言われたもん、この間も。あなたって本当に反面教師だよねみたいな。あ、そう、田辺をめちゃくちゃ積極的にさせたら瑞希のお母さんになる、お母さんになります。そう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 、多分それ、瑞希を積極的にさせたらマジでお母さんになると思う。いや、あなたとは言ってないけど、瑞希のお母さん別に瑞希、まあ、あなた、あ、でもあなたって言ってた、あなたってさみたいな。普段は瑞希って呼ぶけど、お母さんは瑞希のことだけど、あなたってさ、なんとかだよねって言って、って言われて、まあ、うん、別に瑞希も意識してるつもりは全くないけど、そうだよねっていう会話をした。そう、お母さんみっちゃんなの。え、そう、お母さんもみっちゃんなんですよ。知ってました？田辺のお母さん知ってましたって、知らない方がほとんどですよね。いたことは、知ってる方はいると思うけど、田辺のお母さんはみっちゃんなんだけど、みっちゃんなの。みずきはみっちゃんだけど、お母さんはみっちゃんなの。上に上がる方。ちゃん。だからさ、田辺のさ、お母さんがさ、お母さんと一緒にどっか出かけます、出かけます、お母さんのなんか同級生、友達に会います、そうすると、あ、みっちゃんじゃんみたいな感じで言われると、なんかすごい、なんか、なんだろう、なんかね、ズワってするんですよえ、なんかわかる、え、なんか自分のことではないんだけど、なんか自分のことみたいだし、だけど発音違うしみたいな感じで、うん、みたいな。でも多分別にそのお母さんの呼び方が瑞希の呼び方になったわけではなく、偶然そうなっただけ、本当に偶然そうなっただけです。え、そうだよ、田辺さ、田辺さ、ずっとみっちゃんだよ。高校の友達は瑞希だけど、高校になるとみんな呼び捨てで呼んでくれたんだけど、ずっとみっちゃんだよ、マジで。中学の友達とかずっとみっちゃんだよ。すごい腰ボキってなったみっちゃんだよ。そうだから、あの、よく話、よく話っていうか出てくるんですけど、ひなぴよとお仕事した時に出てくるんだけど、出てくるんだけど、なべちゃんでひなぴよがつけてくれて、あ、なべちゃんいいなって思ったの、最初見る気も。なんか新鮮だし、ああいいなと思ったけど、でもなんかみっちゃんってさ言われることになりすぎて、多分なべちゃんって呼ばれても、今ひなぴよがさ唯一呼んでくれてるから慣れたけど、みっちゃんって呼ばれても、多分なべちゃんって呼ばれても、多分田辺振り向けないなと思って、反応できないみたいな、自分のことじゃないみたいな顔しちゃいそうだったから、みっちゃんにした、ごめんねって思いながらなべちゃん呼びは全然嬉しい、むしろひなぴよにはずっとなべちゃんって呼んでてほしい、みずきの。
そうね、ひなぴよ限定ですね。でもなんかファンの方もさ、たまになべちゃん呼びしてくれる方がいる。多分なべちゃん呼びしてる方はひなぴよのファンなんだろうなと思いながらなんか似てるから、なんかのひなぴよとのノリがひなぴよと似てるから、多分ひなぴよのファンなんだろうなと思いながら、うんみたいな感じで話してるけど あ、そう、多分9期の中でひなぴよって呼んでるの水木だけなんですよ。あんま聞かない。なんかみんな青海さんって呼んでるよね。青海ひなのひなぴよ、ひなぴよは水木だって呼んでるよね。ひなぴよのところで話するときはなべちゃんで、そう使い分けてるんですね。プロですね。すごいいね。だから言うんだ、ひなぴよのファンの人も水木のところに来たときに、なべちゃんさ、なんとかで言うね。でも青海ってさ呼びやすいよね。青海っていいよね。青海って強いよね青海って強くない？なんか覚えやすいよね。なんか一瞬で覚えるじゃん。青海みたいな。瑞希もそう思ったんですけど、実際聞いた時、初めて聞いた時、青海みたいな、初めて聞いたみたいな。なんか発音とかの問題じゃなくて、青海みたいなめっちゃ青海連呼してる、ごめんなさい もうすごいなと思う。そう、インパクトがありますよね。まあね、赤堀も強いよね。9期の名字みんな強くない？入内島とかも強くない？入内島と思ったの。入内島6文字みたいな。名字言うだけで田辺の名前終わっちゃうじゃんみたいな。田辺も6文字だから、あの名字と名前合わせて。ね、新野もね珍しいですよね。いそうでいないよね。わかる。あと誰だろう。中坂とかもいない。傘がいないな。中坂もなんか呼びやすいよね。ただめっちゃ中坂って呼んじゃうもん。いや、入内島ってすごいよね。なんか9期の名字珍しすぎて、なんかもうみたいな感じだった。
田辺っていろんな漢字あるけど高等屋なんて伝えるの？え、簡単な方です、田んぼの谷あたりって言ってるあたりって言ってる。え、竹内は行った気がするな。いや、いたいた、いました、竹内いた。なんか佐藤が多かった。まあ日本第一位だと思うけど、佐藤とか、佐藤、佐藤、高沢とかもいたな。高沢と佐藤が多かったイメージ。まあその高沢のサーもいろんな種類のサーがいたんですけど、サーがいた。ああ、くびれちゃった、一緒に高橋に見えますね、高橋。うん、そういう感じかな。ああ、みずきもね、みずきの学年、中学の時のみずきの学年に3人いたよ。みずき、みずきだけ、まあ、このみずきだけつにてんてんだったんだけど、他のみずきはすにてんてんだった。みずき3人いたの。ややこい。ちなみにその人、そのうちのもう一人の水木とめっちゃ仲いい親友です水木同士で仲いいの字だったかな。ああ、そうそう、そのそうそうそう、水木の木が希望の木の人と、もう一人はなんか糸編、糸編になんか己みたいな木。そうです、そう、水木だと水木同士仲いいの。そう、なんかね、あれを、なんていうの、呼び方がさ、なんか小学校の時から水木3人いたの。この水木合わせて3人いたから、小学校の時から3人いたから、呼び方があって、一人はミミって呼んでて、もう一人がミッタンで、そのそれで水木がミッちゃん、誰一人水木、水木ちゃんっていう人が誰もいないんだけどそうそうそう、でも最初さ、あんま仲良くない時あれだったよ。あんま仲良くない時、ほんと初めましてぐらいの時はさ、もうフルネームで呼んでて、まる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 みずきちゃんってさみたいな、まるまるみずきちゃんってさ、なんとかなのみたいな、すっごいなんかめんどくさいなって思いながら呼んでた。フルネームだよ。だって他に呼び方が分かんない、みずきちゃんって言うとなんか自分のこと呼んでるみたいで気持ち悪いじゃないですか。だからみずきも
多分他の子はね、他の子は多分小学校の呼び方してるのかわかんないけど、瑞希だけ小学校の呼び方してるの。その瑞希ともう一人、その仲いい子、仲いい、なんかその親友の瑞希ちゃんは、他の子はその子のことをもう中学では瑞希呼びだったの。だからみったんって呼んでるの多分瑞希だけ、瑞希とあともう一人のそのミミっていう子。恥ずかしいよね、たまにちょっとハワイ恥ずかしくなる。みったんって呼ぶのたまに恥ずかしくなるけど、でもまあみったんって呼んでるしいっかみたいな。しかもその3人の瑞希割と仲いい。なんだろう、別に一緒にどっか遊びに行くっていうほど仲いいわけではないけど、なんて言うんだろう、会ったら普通にウェーみたいな感じで仲いい割と。そう、多分瑞希って名前が流行ったんでだろうね。だって先輩でもう瑞希いましたもん。その方は男性でしたけど、男の人だったけど瑞希いました。だから多分瑞希っていう名前が流行ったんだと思う。でもなんかそのいつだったか忘れたけど、なんかその名前人気ランキングみたいなやつを見たら、流行ったランキングみたいなやつ見たら瑞希が10位だったから、多分瑞希っていうのが流行ったんだと思う。そうそうそう、男性でも瑞希、だから漢字は分かんないけど瑞希っていう方がいました。だから瑞希っていう名前は本当に流行ったんだと思う、その男女関係なく。確かその瑞希の、瑞希が10位の時の名前の1位が日向だった。1位が人気1位が日向だったか、ひなだったか、日向だった。確かに言われてみれば周りに日向とか日向っていう名前めっちゃ多いなと思った。ひなっていう人、確かにいっぱいいた周りに。タイベの由来って何なんだろう、聞いてみよう。タイベ毎回さ、お母さんにさ名前の由来聞いてもさわからないんですよね。何だったっけ、名前の由来。でもなんかセーラームーンとかが流行ってたのも関係してたようなイメージがある。そう、田辺の生まれた時にセーラームーンがめっちゃ流行ってたらしくて、でもちゃんとそれ以外にも あれはあると思うけど、以外にもちゃんと理由は もちろんちゃんと理由はあると思うけど、なんかそのセーラームーンが流行っている関係もあって、多分好きだったんだろうね、お母さんも。だから瑞希もセーラームーン好きだと思うんです、好きなんだと思うけど、お母さんが好きだからけど。で瑞希じゃなくって一瞬ルナっていう名前がつきそうだったの、瑞希に。ルナっていうさキャラいるじゃん、だからなのかな。いや多分もちろん他の理由もちゃんとあると思う。あ、そっちのルナだったのかな、月って書いてルナだったのかな。めっちゃ洒落た名前つけようとしてるじゃん、お母さん
こよくない？月って名前ルナ、めっちゃかっこよくない？今なんか鳥肌立った。え、やるじゃんお母さん。やるじゃんお母さん。キラキラネームだけどなんかさ、かっこよくない？え、ルナっていいねめっちゃ。みさきも嬉しいけど、ルナってめっちゃいいね。デスノートの可能性は、あ、でも確かにお母さんデスノート好きでした。デスノート好きでした、それもあるかもしれない。あ、かもしれない。将来子供ができたらルナって名前にするかもしれない。あ、かっこいいね。なんか初めてキラキラネームのかっこよさみたいなの今知った。すごいね。キラキラネームってさ、なんかちゃんとさした意味がこもってればすごいかっこいいと思うから、水木はさ、かっこいいね。いや、ルナってかっこよ、めっちゃいい名前 つけようとしたじゃん。いい名前っていうかかっこいい名前つけようとしたじゃん。あ、でもなんか言ってた気がする、月って書いてルナみたいな言ってた気がするな。なんか覚えがある。そう、気合うんですよ。ただお母さんとめっちゃ気合うから、え、めっちゃいいね。めっちゃいいねとか言って。いや、みずきもめっちゃ気に入ってる、気に入ってるけどさ、みずきって名前めっちゃ気に入ってるよ、気に入ってるんだけど、すごい綺麗な字だねって言われるからすっごい気に入ってるんだけど、でもたまにふと考えるよね、名前負けしてないみたいな。多分ファンの皆さんはそんなことないよって言ってくれるとは思うんだけど、優しいから。でもね、水木っていう字も綺麗だから、すごい綺麗な字だから、美しい月だからめっちゃ綺麗な感じだから、すごい気に入ってるの。ねえ、ほら、あ、田辺がちょっと振ったみたいな感じの雰囲気も出ちゃってるけど、振ってないんだけど全然。ありがとう。足はしてないんだよね。そう、綺麗な字だねって褒めてもらえるからすごい好きなんです、水木。そんなことも考えてないんですけど、なんか思っちゃうとか言って、そんな大して考えてないんですけど、名前負けしちゃうとか考えてないけど、なんか名前負けしちゃうっていう、なんだろうって言ってる人を見て、はあ、名前負けっていう考え方があるんだと思って。田辺って本当何も考えてないから、名前綺麗、綺麗な名前だね、えへへへみたいな感じだったから。でもあんま思いたくないよね、名前負けしてるとか。感謝ですね、綺麗な名前をつけてくれたお母さんに。
え、なんかかぐや姫ってさ、かぐや姫を思い浮かべる。なんかの時にさ、なんかの時にかぐや姫っていう風に表されてた。なんかの雑誌に田辺が載せさせていただいた時に、なんか9期生のかぐや姫みたいな、めっちゃなんか名前でめっちゃ褒めてくれるみたいな、くれるじゃないですかって思った記憶がある。かぐや姫すごいよね。みずきっていう名前からかぐや姫っていうワードを思いつくセンスがすごいなと思った。なんだろう、あ、なんかそんな感じ、なんか新潟から来たかぐや姫みたいな、すごくない？なんかすごいなと思いましたもん、その時に。雑誌のそういう内容を編集したりする人って、内容を考える人ってすごいなと思った。だって田辺自分の名前見てかぐや姫なんては、まあ、自分の名前だからかもしれないけど、かぐや姫っていうワードは絶対思いつかない。あ、月には変わりません、いたこともありません、月。なんかいたこともありませんとか言うと、なんかすごいあれですね、なんか反抗期のかぐや姫みたいな。なんかやさぐれてるかぐや姫みたいな。こういうのがマジレスって言うんだ。なんかみっちゃんってマジレス多いねって言われるけどさ、いまいちマジレスが分かんないからさ、何マジレスってって思いながらいつも話してるんですけど、マジレスってこういうことなんですね。そう、よく言われるんですよ、なんかマジレスわらわらわらみたいな感じでショールームとかでも言われたりするんですけど、マジレスってなんだろう。タイビは何も意識してないからさ、マジレスとかわからないから。まあ、タイビ全然反抗期じゃないから安心してください。話し方とかのせいで反抗期っぽく見えるかもしれないけど、タミは全然反抗期じゃないです。マジレッサー、今出てるけどマジレッサーらしいです。マジレッサーな田辺っていうことで覚えてください。皆さん、ムキになってない、え、全然ムキになってないよ、ムキになってないよ、本当に。だってつけいたことないもんって思う。そう、イヤホンが絡んでます、ごめんなさい。冗談が通じないって意味で、え、やめよう、いや、ちょっとマジでした、田辺は取り消してください。やだ、冗談が通じない女と思われたくない。でもね、でも冗談は通じない女だよ。冗談が通じなくってハテナってなる女です、田辺は。いい意味じゃないんだったら取り消してください。取り消した田辺です、はい。まあ、真面目だと思ってください。めっちゃいい風に印象付けようとしてますね。真面目な女田辺って思ってください。取り消した田辺は草ですよね。あんま普段会話で草とか言わないけど。
草ですよね。そこが魅力でもあり、ありがとうございます。そう、田辺って冗談がさ通じないからさ、それこそ MC とかでもたまにさ、みんながさ笑ってる時にさ、なんか笑ってるっていうか、なんて言うんだろう、理解してる時に田辺だけ理解できない時があるの。みんなが理解して、あああれね、なんちゃらこんちゃらねって言ってる時に、田辺だけ理解能力がすごい低いの、田辺って。だからいつもハゼだってたまになっちゃう時がある。そっか、マジレスターだったのか田辺って。見える時ある？本当ですか？いや本当にね、ハテナってなってる時が結構多い。え、そう、だいぶ面白いこと大好きなの。面白いこと大好きなんですよ。あんま理解できない割に面白いことは好きなんです。苦労してます、この理解能力のなさに。もっと理解能力があれば、面白いことが大好きだから、もっといろんなことが面白く感じるんだろうなって思う。そう、タービってね、そうツッコミとかが結構厳しい時もあるけどね、本当に思ってるわけじゃないです。ちゃんとね、そういういじりをするねって言ってる、言ってるから安心してください。よくさ、誰だろうな、最近だと誰だろう、カイニャンとかと一緒に公演出る時が多いから、カイニャンに結構突っ込んじゃったりとか、先輩とかにもたまに突っ込む時あるけど、ちゃんとね確認してるからね、安心してください。なんだろう、ネタとしてなんかハハって見てくれたら嬉しい。理解してね。3じゃないよ、でも結構あのさ、3じゃないよってさ、みんなふわふわしてるじゃん、みんなふわふわしてる人間ばっかだから、で似てるばっかだし、人間ばっかだし、カイニャンは絶対ボケを放り込んでくるから、そのボケを田辺が回収しなきゃと思って、結構厳しく突っ込んだけど、そういうノリだから全然仲悪くないから安心してね。確認してない時はちゃんと謝ってます、安心してください。逆に先輩とかにもそんな確認しなくていいよっていうレベルで、割と田辺確認してるから安心してください。で、たまに心配になっちゃうの、田辺さ、なんか結構突っ込む時ってさ、結構ズバって突っ込んじゃうからさ、たまになんか、まあメンバー傷つけたくないのもそうだし、だけどまあメンバーは理解してくれてるから全然いいんだけど、ファンの皆さんが不快に思わないかなと思って、なんかちゃんと笑いとしてなんか理解してくれてるかなって、たまに。大丈夫ですかね。だってさ、あのさ、そうじゃないよ見た時にさ、だって絶対絶対
だからさやかちゃんもめちゃくちゃふわふわしてるタイプだし、してるじゃん、女の子らしいってふわふわしてるタイプだし、カイアンはもう普段一緒にいること多いじゃん、チーム公演とかもさ出ることも多いから、絶対めちゃくちゃ絶対とんでもないボケを言ってくる、放り込んでくるだろうなって思ってたからね。やっぱり突っ込む人がいないと成り立たないじゃないですか。でもその代わり田辺もよくさ突っ込まれるけど全然傷ついてないし、むしろ嬉しいと思っちゃうタイプだから、そこも安心してくださいね。田辺がこんな気にしてるからみっちゃん突っ込まれたらすごいショックなんじゃないと思っちゃう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、いないかもしれないですけど、田辺は突っ込まれたらめちゃくちゃ嬉しいタイプだから全然安心してください。よかったです、皆さんがちゃんと笑ってくれて。そうなの、全員ボケだとラジオがもうそう成立しないかな、そういう感じです。どうしても同期に対するツッコミってなるとさ、仲がいいからこそさ、なんだろう、普段の素の部分がさ、会話の部分が出たりとかして結構ツッコミとかが激しくなっちゃうからさ、きつく感じちゃう方が多いと思うから難しいですよね。すごい、今日はもう3800人の方が見てくれてる、ありがとうございます。こんな眉毛しか描いてないすっぴんなのに目もこんな描いて目がかゆかった。そうだね、多分ももちゃん冬ちゃんの3人でお仕事するってなったらそれこそ田辺がツッコミ役になると思う。田辺とももたんがツッコミ役になると思う。ももたんも結構ツッコむから。ね、ももたんのねツッコミも可愛いんですよね、そのちょっと反抗期間があるツッコミが可愛い。3人でいつかお仕事できたら嬉しいですね。でも田辺もさ普段はツッコミ役じゃないよ、そんなに田辺そんなツッコんでなくない、わかんないけど、多分9期のカイアンとかよっぽどすごいボケをぶちかましてくるカイアンとか誰だろう、冬ちゃんとかじゃない限りは田辺もツッコミ側ではないんだけど、田辺も突っ込むんですよね。すごいよね、田辺が突っ込むって相当だよ。自分で言うのもなんだけど、田辺が突っ込むって相当だよ、二人とも見てるかな、見てないか、多分見てないけど、田辺が突っ込むって相当だよ、冬ちゃんとかいにゃん。田辺ってさ全然突っ込むキャラじゃなかったから、そうだよ、田辺が突っ込む相当だよ。面白いですよね、あの二人も。
そう、紙フレだと突っ込まれてますよね多分。突っ込まない、だって突っ込みがいるからっていうか、そうそうそう、突っ込みがいるし、紙フレだと割と突っ込まないですね。鋭い突っ込みがいるから。いやでもたまにひなぴよにも突っ込むよ。ひなぴよ突っ込みどころ多いから割と。たまに突っ込むよ、ひなぴよも。そりゃ突っ込むよ。いやね、確かにわかる。タイベとダブリンさんってね、似てるんですよ性格がめっちゃ似てるんですよ。空気感っていうか、なんかそのうん、なんか通じるものがあるなって思う。でもラブリンさんも面白い会話がさ、ラブリンさんってふとした時のさ言葉が面白いよね。炊飯器ダンスなんて絶対思いつかないもん、水木。炊飯器ダンスなんて思ったこともなかったし、その炊飯器ダンスっていうワードがめちゃくちゃ面白い。ラブリンさんはふわふわしてるんだけど、なんかすごい、なんかテンション高い時はめちゃくちゃ早口で話すから面白いテンション高い時めっちゃね、早口でペラ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 って話す。反応とかもめちゃくちゃ面白いですよねっていうイメージがある。しかもラブリンさんのさ、もうすごいところって、その早口がなんかすごく滑舌がいいんですよね。テナベって普段人の話あんま聞き取れないこと多いんですけど、ラブリンさん滑舌めっちゃいいから早口でも聞き取れる。そう、ほんわかしてるけどコメントにセンスがある。おいおい、ラブリンさん本当にギャグ線高いと思う。よし、田辺もちょっとそろそろいっぱい話しすぎてちょっと喉が痛くなってきたので、そろそろ配信終わろうかなと思います。4000人の方が見に来てくれた、ありがとうございます。めっちゃあれみたい、あのシンバルの猿のやつ。ありがとうございました。もう今なんかいっぱい見てくれてるから告知しようと思ったけど、もうトーク会って販売してませんでしたっけ？もうしてないっけ？もう終わったっけ？
まだ売ってる？もしこんなさ、もうほんとほんとにさ、こんなもうマスクして眉毛しか描いてないような、でもう髪の毛もボサボサなんですけど、こんな感じなんですけど、めちゃくちゃオフも、しかもショールームだから余計オフモードなんですけど、もしいいなって思った方がいらしたら、トーク会でたくさんお話ししましょう。お待ちしてます。10月、うん、なるほどね、待ってます。田辺みずきです。お待ちしてます。多分ショールーム、多分っていうか全然違うと思います。トーク会の時の方がお家だと一人で画面の前でお話ししてるから、あんまりテンションの高低差があんま分かんないと思うけど、トーク会だともうちょっとちゃんと人間らしくなると思います。はい、お待ちしてますという感じで、今日もいっぱい楽しくお話できてよかったです。また配信した時に見に来てくださると嬉しいです。それではありがとうございました。おやすみなさい。